ックス幹部高根類がやってきた。一言どうぞ。え、まあ様とか別にどうでもいいんですけど。なるほどね。様はどうでもいいね。ラプラスの様を取り返すとかはもう本当にどうでもいいんですけれども、はい、ホロックス弱くねえぞっていうところを見せつけたいなと思います。はい、ということで、うわ、ガチで勝ったとは嬉しい。まあまあ、ホロックスの頂点はトワ様ってことかな。まあそうですね、ちょっと5人連続ちょっと勝ったんで、はい、ちょっとなんかホロックスに何かしてもらおうかな、考えとこうかなこれ。まあダメってね、言えないもんね、はい、だって負けたもんね、だってそうですね、だって弱い、だって誰も強くないもんね、弱いもんね。みんな幹部も雑魚だったな。でもなんかこの状況すごいうちの総帥が喜んでそうなんで、うん、まあ満足です。喜んでるかな。多分私よりもトア先輩を応援してたはず。嘘でしょ。眷属なんでね。可愛いよね。でもね、嬉しいけどね、やっぱり好きって言ってもらえる身としては嬉しいからね。じゃあということでね、はい、なんか一言感想をどうぞ。はい、この屈辱はゴールデンゲームウィークで果たす。待っていろ、常闇とは先輩。なんやねんお前。ちょっとなんか最初呼び捨てしようかな、でもちょっと負けたからやっぱ先輩つけとこっかなみたいな。この別に負けてなかったら普通に呼び捨てするよぐらいの勢いで来たけど、お前おい。